One, two, three, four. ショートカットの人は毛が生えるからこういうネックシャッターつうもんをねプラスつけます。これもうちょっと短くするのと、ここからここに行くにこうかけてね、このボリュームの位置が低すぎるから、ね、これをもうちょっとこう上げていきます。じゃあ切っていきましょう。使うのはこのハサミ1本と櫛だけ、ドライカット用の専用のハサミです。大丈夫かな、僕の顔にピントがずっと音からそれってあかんよ、それあかんよ。このね、さっき切ったこの下の毛を基準にね、まあ、こう切っていきますよ。早い。え、嘘。早い？うん。時間押してるから。ちょっといろいろセッティングしまわって。ね、これをちょっと上げていくんですけど、さあこれをどうするかっつったら、これねちょっとこう上げて角度を切っていきますよ。わかりますかね、こうすくってポロンと落ちたでしょ、落ちたところを持ってるところを切る、ね、こう持ってるところ落ちたところはほっといてです。もう一気にガーッと切っちゃうんですよ、こうね。ここも同じです。もう同じで。こうまっすぐ。人間って大体ね、この耳のこの後ろの辺に毛がたまるから、うん、ここ。だから、この耳の後ろ。ここをちょっとね、ボリュームは取ります。ここね。ここら辺。まだか。でこの人をちょっと、で次でここですよ。これをドーンとあったのをご覧のように取りました。わかりますかね。
まあ、こんな感じです。